した。ありがとう。ありがとうです。今日は、ね、豊洲ピット初めて、人生で初めて行きました。行ったらもう初めてだし、ラブしたのも初めて。超楽しかった。白石ちこ。ちゅちゅちゅ、やっほー。赤ちゃんじゃないよ。赤ちゃんだよ。おもちくかわいい。星くんだ、やっほー。星野。いつから星野になったんだい？ジェットだ、やっほー、チョリース、やっほりーす。やっほりーす。ヒロシ、ヤッホー、ヤッホー、ヒヨタン、ヒヨタンだ。さっきさ、ツイートちょうど見たかな、ツイートツイッター見てたね、ヒヨタンのいいねしちゃった。えいおひさじゃんね、元気元気1年、もうちょっとで1年半じゃないでやって、あれ、うん、1年半だね。懐かしい、渋谷のところ、なんだっけ、渋谷、名前が出てこない、あの坂登ったとこあれ、ちょっと初めてだったよね、上部長スーツの幼稚施設。そう、今日起きたらね、破れちゃってね、ほらべーっつってなんかね、韓国のね通販で買いました。かわいいやろ、そうそうそう、かわいい。でスカートはメリージェニーのね、リボン付きです。マサ、ヤッホー。肩どこに、あ、肩の服ってこと家に忘れてきた、家だけど。ケチ、こんばんは。扇風機、そう、めっちゃ扇風機の感じるよね。扇風機つけておけ、感じるかもしれない。うん、どうぞ。もうやんだ、こんばんは。さっきリプくれた、あ、そう、今日、ね、あのリプの変のやつのツイートをねあげたんですけどね、もしよかったらねリプしてください。で今回何時までってやってないの、あのツイートのリプに一生返していこうと思うので、8月中ぐらい暇の時にね。なんでみんなと3ヶ月ぐらい話せたらいいかなと思ってんで、リプが帰ってきてもまた送ったら帰ってくるかもしれないので送ってください。普段から割とね、リップは急に返したりするんだけどね、やっぱりなんかこう、なんて言うんだろう、なんかたまに言われるんだよね、なんかリップ送っていいかわかんないみたいな、なんでかわかんないけどね、だからこう誰でもこう送れるやつを作りたかったんですよ。でなんかそう、リツイートも別に、よかったらしてくださいって感じだったのに、結構みんなしてくれてすごい嬉しかったです。りょうた、こんばんは、おやすみなさい。おやすみ、本当に寝るんって感じで、今日も京都と顔がテカテカでやんで、いじけるしおちゃんかな、キュンキュン、いじけるしおちゃん、いじけちょった、推しいねえよ、しおゆうこです、つ、あ、その日いないってこと、あゆぴしおゆうこでいいよ、25、本当に、え、久しぶり、なんかさ、話してないけどさ、イーストで、オーイーストでさ、台湾でさ、最初見てた時にさ、よっみたいな感じだったじゃん。話すのいつぶりなんだろうね。めっちゃ久しぶりじゃない？なんか、ショールームで話してるから、なんかそんなすごい久しぶりみたいな感じしないけど。うわ、赤ちゃん、そうだよ。今度対決しようよ。夜勤始まんで、もう行くけどね。まあそこそこが、あ、最近は怪我してない？もしやっほー、届いた、そう、結構みんなになんか得点が届き始めたようでは、私は嬉しい。どねーですか、なし、こんばんは、たきじだ。
今日の足の裏はね、何色だと思う？赤色。ピカチュウ。赤色に見えた？それは見えた。なんか固まっちゃう。なんかね、しおりの方のね、みんなはね、普通かもしれないけど、ん、やっほー、会いたいね。さっきさ、会いたいってさ、リプ来てさ、もっと会いたくなってさ、しんどー小鹿ウインク、さきたこんばんは、やっほー。今日ね、ちょうど月短歌くれてた、くれたね、前の手紙を読み返して、ね、よくみんなからまた手紙やね、怪文書、これはまあね、ほんでよくね、見るんですよ。見返すね。今日はね、このやつを見とったよ。このやつ。よくね、見返すんよ。これめっちゃ久しぶりに会えた時よ。これってやつを見て。まあまあ、嬉しいわーって今日ちょっと考えてたところ。ラプンツェル、こんばんは。やっほー。元気か？今日の私服好きだった？なんか結構、なんかこれ好きな人多かった。みんな肩が好きってことか。みんな肩が好きなのかな？これみんな褒めてくれた。嬉しかったです。これのいいとこは、肩がね、多分内部ね、ここがね、長いから可愛い。七分袖みたいな感じ？すごくいい、いいです。トムハロー。桜チルのメイキングのいじける1年以上前か。急に YouTube の話だった。キサコバンザイ。明日6時早いね。ラジオ体操じゃん。髪飾り持って歌うしおりちゃん MVP。今日さ、シネマグラフっていう、めっちゃそう、みんなのために説明すると、なんかこう、なんていうの、イエーイって感じの曲じゃなくて、こう、ふんふん、なんか、イエーイってリップするような、リップじゃない、レスするような曲じゃないやつの、エモい系みたいな曲があるんですけど、最近の新曲の、その時にもうめっちゃ頭ブンブンするんですよ、その曲なんか、イエーイ、なんか、パワー系みたいな。で、めっちゃ頭ブンブンりましてたら、せいちゃんが歌ってる帰り道のとこ踊ってたら、髪飾りがぶっ飛んでしまって、新衣装のね、恥ずかしすぎて死ぬかと思って。でしかもなんか結構髪飾り落ちた時とか、なんかあんまり落ちたっていう顔をしたくないんでしょ。こう悪目立ちしちゃうじゃん。だってさ、その時さえちゃんがせっかくさ歌ってるのにさ、もししおりが「あっ落ちた、なんちゃって」って言ったらさ、みんなの視線こっち来ちゃうじゃん。歌ってる人の方を見てほしいから、こうスッとできるだけバレないように拾って、ターンをしながらスピーカーの裏に投げるっていう。でもバレてましたね。え、でもさ、あれだね、目の前にいたからってことだよね。でやばいと思って、マジ焦ったね。めっちゃ焦りまくった。しかも今日シネマグラフ金魚の歌万歳ファイターで出たのも3曲、最初の1分ぐらいしか髪飾りついてなかった。3曲連続だった。途中でこう帰ってきてまた出てくるだったらさ、つけられたから今日1分間と MC だけ髪飾りついてた。ダサすぎよーって。いや寝ませんけど。あ、そう、寝るって言ったやん。自分で言ったやん。じゃあ、当たり強かった。金曜頼ろ。金曜って何曜日？明日？明日ってね、金曜日？今日って何曜日なんだろうね。ちょ、わからんけ。手帳見るね。私、手帳派なので携帯の手帳とかに書いてますね、見ないのよ。なんかメモしたりスクショして後で見ようみたいな思っても
見返さないんですよ。だから紙に書いた方がいいんだよね。今日、え、今日で月曜日なの？火曜日か。27よろしくね。30分枠だ。そう、みんな27日のね、さっきね、ツイートした27分枠よ。間違えた。30分。27日30分枠。めっちゃ今頭悪かったの。おすすめです。今日誕生日してないよね。うん、はい、え、見返し、めっちゃ見返しする。何回も何回も見る。だって月たんはこれ一番最近くれたさ、手紙とか頑張ってタメ口で書いてくれてる。この時はもうゴリッゴリの敬語。福くこんばんは。マントマンヤッホーヤッホー。元気あれ、まあ症にはないのが辛すぎるけど、なんとか、かろうじて生きてるってこと？まあ、症状を摂取しないと生きていけないでしょ？女王様みたいな発言。みつきちゃん！なんか今日気が強、服かな服かな、うん。気が強そうなの？ダメだってこと？一応気強いよ。うん。うん、動画編集して悲しさをなくそうと。し、動画してる間はなくすすの？そういえば音の名前間違ってた。音、え、響きと書いて音と読むなの？さっきのさ、リプ編のやつにさ、リプくれたから響きくんって言ってみたの。全然違うのね。あれで書いて音って読むの？あ、明日早いんだったら起きれないとまずいんで、そろそろ寝ます。え、寝てください。頑張ってる。明日、週明日は、ま、最悪11時ぐらいに起きれば、週明日ちょっと予定からのライブ、うん、ね、こういうさおもちゃあるよね。うん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 、これでピコピコ、うん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 。クロさんヤッホー。ケイさんこんばんは。最近マジでウィンク練習してる。よちこんばんは。クリスタルカイさんこんばんは。ショー楽しみ、え、楽しみにしてるよ。見たよ、今上から来たから見たよ、うん、今日のお酒こちら。そう、小滝メール見ましたか？私の本当に顔がテカテカすぎて困ってるんですよ、夜。夜に。そう、ぜひ皆さん私のね、小竹メールを取ってくれたら、私のことがもっとわかります。もし知ってく、知りたいなーなんて、知りたいなー、見たいなーし、とか思ってくれる方がいたら、ね、取ってくれたらね、嬉しい。めっちゃ不定期、不定期定期公演って感じです、私の投稿頻度は。なんかめちゃくちゃする日は1日に3通とか送っちゃう。まあ大体1日です。1日に大体1通でも送らない日もあるんです。あと1週間のうちだと、例えば送らない1通、送らない2通、2通送らない3通みたいな感じですね。そうそうそう、送るときめっちゃ送るみたいな感じです。送らないときは忘れちゃうときもあります。勝利はイレギュラーに強いからすごい。全然強くない。内心めっちゃバックバックで、ね、昨日はですね、バンザイジャパンのおしゃべりで戦争でぶっ飛ばしてしまいました。私、ね、なんていうことでしょう。これ前にでもやったことあるんですよ、多分2年3年前ぐらいもやっちゃった。力ないんかな。なんかおしゃべりのとこでバンザイジャパンの日本のみたいな感じで、そこで飛ばしちゃいました。日本のアイデンティティを世界に、そこでこうやって上げるとこでピューンって飛ばしちゃって、しかもその時真ん中だったじゃん、真ん中 のしかもこう S 席、 A 席だ、 A 席のビューンって飛んじゃって、しかもすごい力でやべーと死にました。で、今日は髪飾りをぶっ飛ばしました。うまく拾って処理してたの。え、めっちゃこうやってて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 て、どこで拾ったのか忘れてやねん。あ、移動で拾ったん、移動で拾って、なんかでてて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 
かっこつけてかっこつけてさ、一人だけ手にリボン持ってんのウケ。川崎の時も髪をほどきてたけど、初日しか見てない自分でやっと気づく。えでしょ、うん、そう、ミスはね、できるだけバレたくない。なんかさ、例えばさ、初日がさ、こう10回に1回ぐらいになる金魚のおちさびと裏返っちゃったとかさ、もうそんなんどっからどう見てもさ、こうバレてしまうさ、ミスはさ、しょうがないじゃん。でもさ、その何か隠せばやり過ごせるじゃないけど、なんていうの、できるだけ隠したいんですね、うん、まあ、ネタにするんだけどね、終わった後は。もうそのステージ上では目立ちたくないからね、ミスってる時にやべやべ、今日明日かかと触ってもいいですか。なんかさ、すごいさ、可愛い顔してるけど全然可愛いこと言ってないけど、いいよいや、いっぱいコメントするつもりなんで、こんばんは、おやすみって言ってる。あ、そういうこと。やっぱりそ、この対応力はすごいと思う。え、すごい、なんか褒められて、やったね。カレンダーどうなってるん。今日は8月24日。は、あっちょチューズデー。え、これあっちょ2021年よん。変なこと言ったかも。なんかさ、自分が言ったことは忘れるから、そこコメントとかでさ、なんかさっきの受けるみたいな、あと、え、何が受けたんだろうってなっちゃうね。うん、ワンダヤホリップくれたなんかそう、なんかさ、リプ返企画の時になんかリプ送っていいのかなとか、なんか申し訳ないみたいなさ、全然そんなことない。もう1個増えようが10個増えようが一緒やねん。一緒で話したくてやりやっちゃうけ、逆に送ってほしいよね、それが嬉しいよね。うん、シェルだ。あ、いや、こんばんはこの前ぶり。伊田丸元宏こんばんは。つかろうこんばんは。キッチューキャラよくやる、よくやる。キッチューから本当はね、うん、うん、頭良さに見えるけど頭悪いんですよ私はね。 IQ2 え、なんかね、本当に意味わかんないけど、たまに頭いいよねって言われるんですけど、本当に頭悪いですよ。もう喋ってたらさ、伝わるでしょ、頭悪いの。今日もめっちゃ可愛いですね、ありがとう。でもやっぱりしおりんロスイエーイ。なんかしおりんロスってあの嬉しい、なんか会えなくてやみそうとか言われるのさ嬉しい、病んでほしい。なんかそしたらね、まさこんばんは、あつしこんばんは、えなちゃんやっほー、えなちゃんがお前褒めてくれたお洋服、今日も可愛いおしめんちゃん、ありがとう。メール、ま、毎週末くらいにまとめ、え、知ってる、なんかよくさ、前ツイートしてたよね、なんかあのなんだっけ、迷惑メールに入ってて草みたいな笑っちゃった。最近メール登録しようかと思ってるがしていない。え、したらもっとしおりのこと好きになるかもしれないよ片出しのお洋服可愛すぎる、メールはめ、そう、なんかしおり、なんかそう、自撮りがね苦手です。自撮りをすると全部同じか、同じ100同じかなんですけど、だからよくメンバーにたどりをしてもらうんじゃん、撮ってもらうやつ、うん、なんかその時めっちゃ半面になっちゃって、なんか5枚に1枚の半面で、もう半面の絵本作れそうなぐらいでしたね。であの半面めちゃくちゃ半面ですごい面白かったから、そこだけ見れました、半面。うん、頭の回転遅い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 、時速3ミリまーちゃんやっほー。てかさきちゃんのね、いつもね、あのメールの返信がすごい嬉しい、なんかいっぱい書いてくれちゃう。まあ、ちゃん言うのかな、鬼は相変わらず当たりが強いでね、寝込みます、おやすみなさい確かになんか最初あれないよね、なんか仲良くなったりすると本当にあの猫かぶらなくなっちまうので、なんか冷たいと思っちゃうかもしれないな、ごめんなさい。ご主人ちゃん、すすきこんばんは、今日もありがとうでした、勘違いさせること言って、え、全然だよ、逆にそう思わせてしまってね、ごめんコメントもできよ。ちょっとおかしい子だけどちゃんといろいろ考えてるのよくわかるなって感じ。何がしおり？ちょっとおかしい子
常に病んでますが、なんで足を地に合いなくてってこと歯磨き行ってくるよ、頑張ってる、歯磨き応援してるよ、おしめ、やっほで、新しいの見つけた、面白かったさあ、しかもリプ見てたらおしめと対戦って書いてある、しおり違うか、しか苦しんでる顔が好きだし、病んでほしいし、そうそう、なんか塩に合いなくて寂しいって、病んだ、なんかなんて言うんだろう、なんかなんて言うの、病むにもいろんなさあ、いろんな角度での病むってあるじゃん、なんかこう例えば塩にが放った言葉で辛くなっちゃって病んだとか、そういうのは心苦しいけど、普通に単純にっていうか、会いたくて、会いたいを超えて病んだとかで嬉しい、なんかしおりのせいでさ病んでるの可愛いなって思う。今日の HH な服で頼む、何が今日 HH、 これが、まあ、確かに私あんまり私服露出しないからね、うん、でも今日レナちゃんに昨日載せたさ、半袖の長袖 T シャツ、長袖、半袖の長袖、半袖の長い、でかめの T シャツ可愛いねって言われたけど、あれはなんかツイッターでさ、今日はロン T だったよってさツイートしたじゃん、で、あれで、あれはロン T なのかって話になってロン T はこうじゃんで、レナちゃんに言われて、確かに、でも誰にも突っ込まれなかったって、確かにあれロン T って言われたらロン T だわって二人で考えて、あん、今日はレナちゃんとあの写真のなんて言ったら一番良かったのかっていう、そう、議論ね。テリちゃん、やっほー、こんばんはーい。バイバーイ。半目の絵本は得点券何枚でかも、え、 0.5 枚じゃ得点券1枚で50枚、みんなで踏ん張って写真撮り合ってるのかわいい、え、実は裏話言うと、1枚葵ちゃんが載せてくれた1枚目のこう片足が伸びてるシーンが本当の撮り方、2枚目はしおりの真似してるの、ちゅうちゃんがもう1回やるから葵ちゃん撮ったやつ、2枚目はあれはあの寝た足が長いよ、ジュリちゃん好きになりすぎたらそれはそれ、え、まだ好きじゃないってこと、ちょっとしか好きじゃないの、うん、コバちゃん、やっほー、ハンガー頼んでくれてたの、嬉しい、届いたよー、ついた、うん、全然冷たかった、あんまないなって、熱も温かい、うん、まあ確かにまあ確かに、でもなんか、え、うん、うん、今日も走ってきた、何キロなんだ、おかしな人を演じるのも大変だよな、一緒にするな、しょ、おかしな人じゃないよ、ライスちゃんマジだ、なんかおかしそう、なんかツイッターだけとかショールームだけ見てたら、どんな厄介やねんって思うなんか会ったらまともな人間だけどさなんか多分会ってない人から見たら、多分この人すごい変、厄介なんだろうなって思ってると、あ、いや、あ、今日の天才的可愛い格好、天才女神、ね、褒めてくれた、なんか今日、これ毎日今日かなって思うぐらいみんな褒めてくれさ、これめっちゃさ、薄いんよ、これご覧の通りさ、透けちゃうんよね、ほぼ裸みたいな、すごい暑い時じゃないと着れない、でもあんまり日差しがめちゃくちゃ強いと日焼けしちゃうから、今日みたいないい感じに暑い時が最適、うん、寿司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 、ハマチハマチハマチ、しょうやほやほみーやほー、今日なんかツイート見た、やほー、元気、おじさんこんばんは、それは寿司席開始します、かわいい、あ、みつきちゃん優勝してしまったね、どうしようかな、みつきちゃん明日はどうしよう、夏だから暖かいものにしよう、夏だから、うーん、暑いくてちょっとムカつくのがあるな、
でも家の中で温かいもの食べたら美味しいよね。お、充電が 80% になった。ラーメンの味で食べたんだっけ急に冷たいもの。え、フィロフィッシュ食べないじゃん。ダメだよ、だって怒っちゃうよ。めちゃめちゃ待ったのに予習、予習みんな予習したくないのかな。これルーム見てる人みんなに参加権利がありますからうちは普通じゃない子の方が、え、普通だよ、なんか、自由だけど。ちょっとミキングさん優勝です。そうじゃなくて常に情緒不安、情緒不安定なのという感じ。あっちは見なくていいです。あっちのえ、ね、そうだなって思った。なんかシュート似てる名前の人いた。ショーチプヨヤッホー N。 あ、こういう服だろ、好きだもんね。ライちゃん今日も明日でおやすみ、おやすみえ、明日って帰るの。え、明日じゃん、よろしく。明日か。え、マジ久しぶりじゃね。そしたら1ヶ月以上も会えないのは本当に辛すぎ。わかる。なんかでもさ、なんか不思議なんだけど、よく思うのさ、1ヶ月さ会えてない、会えてないとか、私めっちゃ会ってないなと思うしさ、こう話したりするとなんか久しぶりって思うけどさ、なんかやる1ヶ月もって思うよね。すごい、まあすごい、語彙がすごい。マッチこんにちは、マッチこんにちは。ワンピースじゃないとこことかわかる。コーディネート初めて見た。スカートが、そう、スカートちょっと短いあれしかもさ、タイトスカートでさ、マジ女子はわかるかもだけどさ、タイトスカートっぽい服でさ、こう座るとさ、より短く見えるじゃん。だからこれみんなが思ってるよりは短くないんだけど、写真だとより短くよなんちゃう。そう、確かに。なんかいつもさ、ツイッター載せる写真とかもさ、この辺ぐらいまでが多いから、あんなに足まで入ってたことはいないもんね。今日大人っぽい、そう、ちょっと大人だからさ、んーと、おー、あれロンティーじゃない、あ、下だろ。え、誰にも突っ込まれなかったしさ、そんな全然何も気にしてなくて、けどレラちゃんに言われて気づいた。あ、確か、確かに、確か。あと今日はレラちゃんのここで瞬きした、っていう嫌がらせ。流せたかって方思ったら違ったーと思った。あ、思ってたの思ってたんかい、思ってたんかい大きめの T。 あ、なるほどね、大きめの T 大きめの T は笑う。みちく赤ちゃん、あら可愛い。これに、よろしくお願いします。に27、山手線を山手さんって言うと、なんかさ、昨日のふみ配信でさ、ふみがめっちゃ塩の話してたらしいねそう、なんか、そう、なんだっけ、そう、バンザイジャパンの全体ラインでなんか山手線のことを山手さんって送信しちゃって全然気づかなかった。なんかすごいめちゃくちゃ笑われたっていう話でしょ全然気づかなかったよ。露出しつつ日傘を使ってくれ。あ、日傘使っちゃう、毎日使っちゃうよ。黒いのフリフリのね、日傘かわいいよ。日傘見せてあげようか今度。みちくんそれはそう、あ、遅い浅い星出ます。陰性だけど死んでますかな。そうちゃん一度こぶで4、え、死んじゃう、やば。
これ？それとも普通に？ピエンだね。天然、そうなんか昨日ふみの配信でなんかしおりが天然だみたいな話をなんかみんなでしててさ、天然じゃないんだよね別に。ごめんなさい。雨もかもうもうこかなちゃん雨も雨もからちゃうだからかなもいいそうなっちゃった。こんばんは。まだ遅かった。また遅かったか。だいぶ遅かったね。うさぎしおりキャパがオーバーして、就活にしよう。え、そのぐらいになってほしいんだけど、しおり。ずっと考えててほしい。27、よろに、よろにー。よろにーってなんだよ、よろにーって。でも頑張るさん、こんにちは。でも頑張るパルパルさん、パ。パルさんなのか、バルさんね。目が、悪い答えですね。パルさんか。とこで前回のカラオケ配信か。そう、次の曲を10曲覚えたら配信するって決めた。こんばんちは、今日も可愛いぞ、ありがとう。明日朝から出かけるからフィレオフィッシュ食べて。なんだっけ、いつも何食べてる。フィレオフィッシュとハンバーガーだっけ、いつも。じゃあフィレオフィッシュとチキンナックマゲット。間違えた、チキンマックナゲット。じゃあポテト食べれないか、た好きなんだけどさ、3本ぐらいで飽きちゃうんだよね。よもったりしちゃうからさ、よくね、ナゲットに変えたりね、野菜に変えたりして。マック食べたい。最近食べたのいつだろう。マックは1年に4回ぐらい食べます。割と食べる。3ヶ月に1回。今日も可愛い。よし。感情的になりがち&疲れやすい。誰が？あ、ラプンツェルがってこと？あ、可愛い浴衣ジャケありがとう。あ、もう、あ、ツイートしてたね。もう頼んだのって言ったけど、ツイートしてたね。早い、届くの。最近なんか、デジシャミとかも、違う、届くの早いらしい。あ、ジャケ、すごいね。安定してきたとか、なんかプロみたいな言葉。すげえ。10キロとか歩いたことじゃない、走ったことない。高校の授業走大会は5キロだった。勝手に50カウント。ありがとう、50カウント。うん。お昼食べるから今日の優勝分は夜ご飯にしますよ。わかった。え、なんて言ったっけ、なんか言ったっけ。麦さんこんばんは。麦麦麦麦好き。肩かわいい、肩かわいい、ありがとう、ありがとう。肩かわいいし、肩も嬉しいって言ったよ。パパこんばんは。昨日ぶり、昨日ぶり、やっほー。次は30得るといいな、笑って。へ、まだ変えてないけど。え、待ってる待ってる、言っとったよね昨日。めっちゃ嬉しかったよ昨日話せて。あ、そうだ、パパあれだよね、少女おじさんとあんま喋ったことないなって言ってたから、30日に来れる人はあの誰かに言います。これこの人だよ、パパだよ。皆さんの腕でまばたきかわいそういうエピソード、これこうやって、今日電車に一緒に乗ってて、なんかリラちゃんのこうやってつり革じゃなくて棒あるじゃん、棒をこうやって持ってたから、ラッコに潜って、へえ、カメドンって言ったらパッて取られた。取られました。天然っぽいけどな。ふみちゃん配信、しおりちゃんは天然、ふみ、まいかちゃんはハウ天然、なんか言ってたね。どういうことみたいなね。パルさんは、パルさんはあれね、あれね、ナックマーケット、マーケッター、マーケッ、間違えた、マックナゲット。寝てみて、チキンナマックナゲット、チキンマックナゲットって3回言ってみて。間違えた。なとマグ逆だよって。みよちやっほー。間違えた。無理無理こんばんは。マックの話したらお腹鳴っちゃったんだけど。うん。今日ふみとね、マックの話して、ふみはね、1000円でいいって。頑張って1000円って言ってたよ。やってみたい。メイさんのメニューでやりたい。
ジャグポッチでは食べるのにマックのポテトをあげちゃう。え、そうなんだよ。え、しかもさ、でもさ、ジャグポッチではさ、一袋にさ、あの、あげたら終わりじゃん。もうさ、マックのさ、ポテトはもうバーンじゃん。もうきつい。なんか本当にポテトを M 食べきったら倒れちまう。それはポテトの M 食べるんだ。ポテトの M とハンバーガー3つが同じぐらいの胃もたれ量なの。こっちよ、こっち。リンクス、こんにちは。それはそう、自作自演します。かわいい、それはそう。あ、みなさん罰ゲーム。今日みつきちゃんがさ、あれですよ、優勝したんだが、じゃあ無理無理は、じゃあハム、この前一緒にハム食べたかった。じゃあ今日からまいりちゃんハムにしようか。無理無理をハムにしよう作戦ってなど。いのりん、こんばんは。チキンナックマゲットって言ったよ。よ、ほう、めちゃくちゃ嬉しいです。そのイメージになるくらいお仕事できてるといいな。え、イメージある。だってこんなに芋ついてるもん。いつかも夏の野外フェス3日間とか遠征ついていけるようにから体力、え、頑張って。でもバンダイジャパンはね、ほんと今はねほんと少ないしね、名古屋ばっかりだけどね、割と今までいろんなとこ行ったりして。お腹すいた、壁の間かわいい。自分の壁の間してんのかと思ったら違ったみたい。で、話されたからまたこうやった時に、これこうやってまつげ、こうやってこうまぶた、こうやってこうやってクイ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 ってやったら、うわーって言われた。選手権では何なの、罰ゲームはありませんだってよ。恥ずかしくて声かけて決まってん。え、昨日ラビタいたから言えばよかったな。メンバーと話すのはもっと恥ずかしい。え、仕事話しちゃうときもまだ恥ずかしいと思っちゃう。あ、どうも来た。今日も見た、昨日一昨日も見た。なんかさ、顔がさ、ヘイってか、マンジーって感じだから、今日イエーイってやった、えって顔で見られた。流れで間違えた、もう負けた。もうだからもう日本語喋れないんだけどね。ウェットティッシュ、ウェットティッシュ好き？あ、違うか。ん？あ、今日足大丈夫だったの？てかさ、ずっとさ、喋ったことないじゃん。直接ずっとさ、みおちゃんのことすごいこう、まあ、めちゃくちゃさ、見た目がさ、可愛いじゃん。だからさ、すごい、おしとやか系だと思ったら全然違ったんだけど。全然違ったとかって、これあの、ディスってるとかじゃなくて、めっちゃ笑い声でかくてさ、びっくりした。面白いと思った。ファンキーなんだね、ファンキーモンキー。ライブお疲れ様でした、ありがとう。楽しそう、楽しそう、いつもなんか。あ、そうだ、ロストビーフ丼 5.2kg チャレンジやってるお店、 5.2kg。なんかね、勝利あるあるなんだけどね、あの同じものをねずっと食べれるのよね。いろんなものをこう食べるの。でも去年の47配信では、そう、去年ね、ここだけメールで公開したんだけどね、その食べ始める前と食べ終わった後の体重をね公開したんだけど、何キロ増えたんだっけ。47配信でめちゃくちゃ食べてたらね、5キロ、なんだっけ、増えました。6キロ、あれ、何だっけ、めっちゃ増えたっすね。めっちゃ太って死ぬかと思った。難しい。あれからも1年くらい前かな。本当に1年前ぐらいかも。え、レフメさん、こんにちは。今日もし足は終わっちゃったけどいいよ。もうね、コンポの他の騎士がね、さっき言った。で、まだ足のさ、豆治る、これ新章でできた豆、治らないです。しかも光っちゃう。今日の足の裏。しかも終わっちゃったって何、足の裏。ちなみに3人まで視野 OK だってさ。あ、3人ならいけるっしょ。うわ、わかんないな。全然でかい。だって、5.23 人。
人 1.7 とかでしょ。やばくね。プリンちゃん、プリンちゃん、つかちゃん、昔から絡んでるからしおりも大丈夫。あ、よかったよかった、うん、でも結構だってね、立ってるよね。でジュエちゃんにも言われたそう、なんかさ、今日初めてさ知った中身を、なんかいつもさこうなんかニコニコしてええって感じかと思ってさ、今日裸足で歩いてるやついいなと思ったら、みおちゃんやつとか言ってごめんね。今度ぜひ待ってる。え、あと今日のさエンディング MC の時にさ、なんかふみがさ、なんかこんなことやってた、ギラギラ笑ってて面白かった。やばいよ、もうこんばんはー、やっほー似合ってしょ。いやそれもくの、え、なんでだ、4キロ増えた、やばい。え、何歩だったっけ、ちょっと忘れちゃった。やばかったよね、あれ出ましたもんね、気づかんくてごめん。めっちゃびっくりした。あっほ、すっごい似てる人だと思った最初。ぶっ壊れ治った、ぶっ壊れ、ぶっ壊れ治った、ぶっ壊れ、ぶっ壊れ、ありがとう。よかった、え、すごい、あ、喜んでくれるだね、それで電話してたまに気づかん、あ、うな、僕もなんか見られてる、あ、思ったな。ピースした時はずっと量が多かったし、確かに最近減ったね、めっちゃめっちゃ減ったね。でもさ、需要さ、それも好きだけどさ、物販会場が狭いよね。悪口じゃないよ感想需要懐かしい、ほんと似てるの、ワンマン以来なのかな。もう最近本当にキースタが多い、キースタ、サウザンドクラブがツートップかな。靴壊れてた、え、もうバッキバキよ。でも本当にバッキバキ、もう靴の底が離れてて、一時期もうこの靴の底は壊れすぎてもほぼ素足、もう靴下でライブした。なんか一時期も靴下、ライブ終わったら靴下の裏めっちゃ汚くて、もう替えの靴下持ってってで今しかもなんかサイズが 22.5 で、なんかこう事務所とかにあるやつが24とかしかなくて、こうちょうど なくて、なんかしかもこのサイズの人が少ないから、なんか取り寄せないと来ないのよね。だからすぐ帰ってもらえなくて、今ね、お店にお願いしちゃうとか、うん、し、本当にボロ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 っすよ。用事用でぐるんぐるんに巻きつけて、かろうじて靴の機能を果たしているのかどうかみたいな感じもう壊れてたとこですね。新しいの欲しいなぁ。朝やなんでそろそろ寝ます、おやすみ、おやすみ、何時だろう今、誰か何時って言ってください。ごめんなさい、ちょっと、うん、え、食べちゃう、うん、朝、あ、新車ね、え、新車の靴は一番壊れやすい、ダントツ一番壊れにくいのがあの紅白のやつ、全然壊れん、めちゃくちゃ使いまくっても1年に1回ぐらいしか壊れ、どうしよう、え、どういうこと、うんうん、誰と明日いないんだっけ、なんか逆なんだと思って下向いてたら全然見たことある人笑
るって話ナンパしたことないんだけど、妹は靴のリボンがないのし、一個は東京のどっかでなくして、二つ目は名古屋のラッドジャムでなくなった。でもと主催者さんにも連絡したし、なんかその会場にも連絡したけどありませんって言われた。ライブの時にはあったのに、あのライブ終わって帰る時になかったのリボン。今日しおりちゃんがあちゃちゃのたこ焼き頑張って食べてる動画見て、あリマさんのやつ。そしてね、よくね、あのフリートがあった時代にあのメンバーのオフショー載せてたじゃん。でもあれのなんていうの、元はリマさんがハッシュタグ BJ 写真館っていうオフショットを載せてくれてるやつを、うん、パクってるじゃないけどのめちゃくちゃオフショット版みたいだから、リマさんはそのストーリー性をなんか載せてくれるみたい、それでただ撮ってはいはいはいって載せるみたいな、すごい適当なんね、そういうのが。元はそのリマさんの BJ 写真館がバンドジャパンのこうオフショット写真の最初みたいな感じだから、みんなぜひ見てほしい。たこ焼きは懐かしい、めっちゃ昔、昔足の裏見せてるシーン友達見られてめちゃくちゃ何見てんだよって、足の裏があのおすすめのアイドルだよって言っといて。姉はリボン確かに1個しかないね。キーサとレニーが多いのはありがたい。これ来やすい。でもアクセスはしやすいのかなと思う。でもレニー行きにくいよね、処理。レニーさえ迷子になるとも。もう別の靴にして。え、でもそれあるんだよ、それ。しかもね、サイズがね、なんだっけ、25以上なんだっけ。なんか愛梨ちゃんとか、ののかちゃんとか、他にもなんかいた気がする。でかい子は足が、靴自体が違う。ランドマークホールで物販スペースが広くて。ランドマークホール。この前のとこか、広くていいよね。しさ、会場のさ、ステージが広いの好きだけど物販会場が広いのもっと好き。あんなこともあるのねってなってよ。今日もお疲れ様でしたね。びっくりしたしもおやすみ。何事、やばい、重要どころじゃない連絡なんだが、ちょっと機会が追いつきません。やめた。うんありがとう。30分、おお、えごめんなさい、ちょっと変な、えどうしよう、どういうこと、どういうこと、すみません、ちょっと理解できませんね。ちょ告知 OK になったらすぐツイートします。本当によくわかんない。え、もう重要連絡だよ。会話までチケット売ってるから仕事終わる、終わるって言うこと。明日？うん。うん。どういうこと？お腹痛くなってきた。なんかびっくりしすぎて。猫ちゃんしおちゃん何度か、そう。なんでかって言うと、リマさんが好きだからよ。猫ちゃんしおりが。だからフーフーせずに食べてって言われるよく。ドレスみたい。あと明日楽しみになるのも楽しみ。普通に久々じゃん。だってストームヤッホー、こんにちは。気になる、ちょっと待っててね。ラブソースイートじゃないよ。ラブソースイートはもうね。また会ったらウケるやろ。しかもシャワー浴びてくる。頑張ってね、シャワー応援してるよ。ちゃんつちゃんちゃんつちゃん、だらだんだん、気になって体調。わい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 、え告知してんのかな。え、ちょっと一回その告知して、ん、本当によくはなくて、今一つ質問をしていきたいので、ちょっと一回消えます。ちょっとラグあるかもしれないから、もうちょっと喋よう。ちょっと1分30秒後にちょっと LINE を私返すので消えます、一瞬。びっくりしないでください。帰ってきた。ちゃんつちゃん、ちゃんつちゃん、ちゃんつちゃん。ドド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 ド。直近の話、多分ラミタンが一番気になってる話ね。よーん、ほほほー、ん、
輝いたのは鏡でも太陽でもな。あ、そうだ、今日思い出したんですけど、なんと8月31日あと1週間でですね、ジャックオブ東京お願いします。今度はぜひ嵐じゃなくてシックスストーンズですか、読み方。これシックスストーンズって書いてあるよ。これでストーンズなの？ストーンズ知らん。なんかね、スノーマンはわかります、メンバーとあれが一致してお名前が。でもストーンズさんは一人も知らん。なんか番組は見たことあるよ。でもね、その嵐となんか一緒にやってる YouTube みたいな見たことあるけど、わからん。プレゼンテーション、将棋が好きそうな人は告知、ちょっと待って、いろいろ揃えて告知するんですけど、本当によく分かってます、ね。楽しみすぎるのが、楽しみだね。ぜひ来てください、皆さん。8月31日。何曜日か。何だっけ、火曜日かな。ずっとやってるけど、新しい手帳が欲しいんや。火曜日や、8月31日来てください。30日、あ、休み取ったの、やったれやったれとか楽しみ。31日は同じ、ウケる、サンリオの推しメンがキリミちゃんっていうシャケなんですよ。理由は美味しそうだからなんですけど、このキリミちゃん。8月31日はキリミちゃんが初めてキリミになった日らしいよ。なんかこのサンリオの手帳なの書いてある、なんか初めて、何の話、あ、そうだ、ワンマンの話をしたそうっすそうそう、コスパに行くまで、そう、同じ事務所の百妖怪さんと、きっとこれが世界きっと愛さん、これがきっと愛、きっとこれが世界愛、世界と書いて愛と読む、きっと愛さんですなんと失礼な間違い方をしてしまったんでしょうかだって世界って書いてあるやん。世界と書いて愛と読むのが、へえ、そうなんですよ。なのであなたは人愛。え？これがきっと世界。違う、きっとこれが愛。と、さんと百の妖怪さんの。うん。世界はきっと愛を呼ぶんだ。世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。そんなじゃなかったっけ？それココチャーさんとしか喋ったことない。ココチャーさんはもう3年前ぐらいから知ってる。トラッシュのハロー、ハローグッバイ。ふみちゃんの笑いをね、笑っちゃう。百の妖怪さんよ、百の妖怪さん。なんか百の妖怪さんのメンバーさんとは喋ったことがあったりなかったりします。一番喋ったことあるのは小鳥なつきさんで、前田の萌香ちゃんも喋ったことあるしなんで笑っちゃう、なんでやねん。前田の萌香ちゃん、勝利が実はすごい顔面、すごいパッキリ言うんですけど、顔面が好きなのは